みんな普通に名前言えるけど仮面つけとる意味なんかある？おはようございます。では行ってらっしゃいませ。ありがとう。旅立ちます。ここから、あ、こんなとこあったんや。厨房。おはようございます。お、いいね。何？ウインナー。ねえ、どうしてこの宿はネルセンの宿屋っていうか知ってる？知らない。かつて伝説の勇士様の背中間だったネルゼンという名の戦士様から名前をいただいたんだよ。北の方にあるバンデルフォン王国も今はあんな廃墟だけど、ネルゼン様が作った勇者ある国だったのさ。なんか忙しそうね。めっちゃ混ぜまくりよりや。滑らかな動き。はい、それじゃあ、はるか北って言ったね。仮面舞踏会で有名な街。で、そこにちょっと馬を使って向かいましょうかね。的とかもとりあえずちょこちょこと見ながらね。あれ何あれ、もういきなりちょっとそれていくけど、何これ、なんか意味あるんかなこれ。なんか意味あるんかな。意味は別にないんかな。普通にあるだけ。あ、的ある。はっ。ちょ。これ、降りんとできんのかな？くっそー。降りないとできないっぽいわ。はっ。よし、あと2個。降りずにできたらね、なんかかっこいいんやけどなかっこいいんやけどな。なにこれ？敵？ね、これ敵？敵だった敵だった。トマトマーレたちが現れた。何それ、かわいい。かわいい。やっぱ一発では無理か。まだ一発では無理か。見て見て、武器の見た目が変わったよ。相変わらずかわいいね。相変わらずかわいいね。くそ、罠だったわ。なんかプレゼント的なものを置いてくれてるのかと思ったら。そんなわけはないか。じゃあとりあえず道なりに行ってみようかな。ここがなんかその廃墟とかいうやつ？こんな小さくないか。こんな小さくはないか。さすがに。お、人おるやん。かー、やってらんねえな。ここバンデルフォン王国の跡地には伝説のお宝があるって聞いてきたのによ。あ、やっぱここ跡地？どこを探しても瓦礫だらけ。お宝どころかネズミ一匹見当たらねえ。よーし。こうなったらグロッタの街でやってる仮面舞踏会に参加して、優勝商品でもゲットするっけねえな。仮面舞踏会の舞踏ってその舞踏？戦う方なんやね。ユグノア地方。これが城跡。なるほど、やっぱりここがそうなんか。なになになに、ゴーレム？まさかのストーンマン。くっそ、全然敵やと思わんかった。全く敵やと思わんかったわ。なんてことだよ。まあでも速攻でやっつけるけどね。ちょっと思ったよりは時間かかったけど。ちょっと近寄ってこないでよ。ここに毒の沼地があるってことは、何かしら、なかったわ。え？なんか無駄に毒の沼地なだけ？渡った先に何かあると思ったのに。え？あれなんか光音やけど。はっ。マレクの土を手に入れた。馬に乗っとったら毒の沼地大丈夫やん、全然。イエーイ。馬を犠牲に。いやでも馬ピンピンしとるけん大丈夫やろ。うんうん。え、こっちの方向には何があるの？こっちの方向多分目的の方向じゃないよね。とりあえず向こうの町に向かおうか。その仮面舞踏会で有名な街に。何回言うんだ。はい、拾います。魔力の土。なるほどね。もう何、ズブズブ入っていけるやん。あ、こっちは水。水はさすがにちょっと無理やね。はいはいはい、やめておきます。で、こっちに行ったら的とかはないかな。お、ここは？ここも別に入れんのかな。
多分入れん。多分入れん。なんだなんだ、追いかけてこないでよ。追いかけてこないでよ。多分弱いでしょ、君ら。っていう、ちょっと見下した感。何もないな。あと二つの的そんなに固まってはないか。もうなんかすごい狭いところに出てきた。え、ここもその、なんか、ユグノア地方とかいうところに来たけど、ここも含まれとんかな、的。あの、残り二つのところに。うお、びっくりした。めっちゃびっくりした。あの辺になんかゴロゴロ転がっとるカボチャみたいなやつは多分できよね。多分あのサボテンダーとかと同じような感じでおるんやろ。何このおどろおどろしい感じ。誰の像あれ。あれ、あ、待って待って待って、そこか。私がいるのそこか。あ、なるほどね。めっちゃ近かった。あ、だいぶ近かったわ。私自分が今どこにおるんか全然把握できてなかった。思っとった場所と違ったんやけど。あ、で、出たとこすぐにあるんやね。あの鐘が。お。びっくりした。夜かと思った。あ、結構なんか、何？閉鎖的な場所なんやね。あの建物の中が全部街になっとるってことか。なるほどね。こんな暗いとこにみんな住んどん。ついに来たわね。屈強の男たちが集まる街、グロッタ。あ、それは、好みの男がおるってことかな。ちっ、ここでもグレイが英雄扱いされてるってわけか。まったく胸くそ悪いぜ。はーい、かっこいいお兄さんたち。格闘大会には興味が終わりかな。今度、仮面舞踏会っていうすっごい大会が開かれちゃうの。腕に自信があるなら参加してみてね。あ、やっぱ参加する方向になる、それ。なになに？千秋肉踊るタッグマッチ。仮面舞踏会開催のお知らせ。優勝者には豪華賞品を贈呈。か。てっきり踊る方の舞踏会かと思ったけど、戦う方の舞踏会ならね。でも仮面って何のことかしら。仮面をつけて戦うってこと？屋上にあるコロシアムでやると書かれてあります。あの建物の頂上にあるのでしょうか。ふんふん。なんか鎖がいっぱい伸びとるけど。グラッタの街、仮装。あ、びっくりした。おじいちゃん見えんかったよ。仮面舞踏会はその名の通り、仮面をつけた闘士がペアを組み、協力して戦うトーナメント式の大会じゃ。あ、そっか、タッグマッチか。仮面舞踏会は古くからこのグロッタの街に伝わっている、由緒正しき行事なんだよ。ここは世界中の選手たちが、おなれの力を試すために訪れるグラッタの街よ。あら、さっきのお兄さんじゃない。腕っぽしも強そうだし、よかったら仮面舞踏会に参加してみない？もし参加する気があるなら、グレイグ様のゾーンの真下にある、大会受付でエントリーしてね。あっこかな？人がいっぱい集まっとる。ここ仮装って言いよったけど、ここよりさらに下あるやん。ね。仮面舞踏会の面白いところはよ、パートナーが誰になるかで結果が大きく変わってしまうところさ。個人がどんなに強くたって、パートナーが使えないやつだったら勝つのは難しいだろうな。つら。ちょ、待って、ここやろ、多分。あ、でもムキムキそうな人がいっぱいおるやん。いけるんやない？あ、あゆな、あれ見て。あれって虹色のネズじゃない？あ、もしかして優勝商品？どれ？あ、あれか。やっぱ商品かな。サマディの王様が行商人に言った虹色の枝が巡り巡って、この大会の優勝商品になったのね。ということはお姉様、あの枝が手に入れば、大樹への道が、参加するっきゃないってわけや。そうね。絶対優勝するしかないわ。この仮面舞踏会に参加して、何としてでも虹色の枝を勝ち取りましょう。なるほど。オッケー、じゃあ参加受付。ようこそいらっしゃいました、旅の方。手に汗握る仮面舞踏会に参加するなら、こちらで受け付けておりますよ。仮面舞踏会とは、仮面をつけた闘士たちがタッグを組んで戦う格闘大会のことです。誰とタッグを組むかは抽選で決まります。抽選か。パートナーが誰になるかわからないなんて面白いでしょ？これがグロッタ名物仮面舞踏会なのです。
あ、じゃあ別に仮面をつけるわけじゃないんか。今年は優勝商品も超豪華。町長直々、ある筋から高値で手に入れた最高級の一品、虹色の枝を差し上げます。見たところお客様も随分腕に自信があるご様子。ぜひ仮面舞踏会にご参加ください。見てわかるんかな？主人公結構見た目ヒョロヒョロな気がするけど。おう、それではこちらをどうぞ。試合の時に身につける仮面と、パートナー選びに必要となる抽選番号です。あ、結局仮面を被るんやね。アイナは参加者資格である仮面と11と書かれた抽選番号を手に入れた。これよりパートナー選びの大会抽選が始まります。心の準備ができたら3階の闘技場に向かってください。闘技場はこの受付の裏にあるエレベーターから行きますからね。では頑張ってください。ご不運を。マジか、もう抽選始まるんか。なに、ここの裏手？全然違う場所やったりして。なんか特殊やね。あ、仮面をもうすでにつけとるってことか。もしかしてお前も参加する気なのか？なら一つ忠告しておいてやろう。近頃大会参加者を狙った物騒な事件が起きているそうだ。詳しいことはわからんが、せいぜい気をつけることだな。ありがとう、親切やね、お兄さん。これは何？これは何の像？あ、なるほど、いろんなところにあるよね。いっぱいあるやつや。一個しかないかと思った。ここ？お、あんたも舞踏会に参加したな。闘技場はこのエレベーターを使えば行けるよ。早速上に行くかい？はい、行きます。それじゃ、エレベーターで上に送ってやろう。よし、早速動かすぞ。ん？びっくりした。これ全体がエレベーターか。なんかこういう感じのさ、ディズニーなかったっけ？え、なんかさ、何？ホーンテッドマンションかタワーオブテラーか。なんかそんな感じの、こういう感じなかった？なんか全体が動く。どこ？こっちかな？お、控え室か。てか私なんか顔丸出しないけど大丈夫かな？素性バレまくり。緊張してきたな、大丈夫か？抽選会が始まる前にもう一回、剣の素振りでもしておこうかな。どんだけやね。あ、これ寝転べるな、私。マジか、休める。勝手に人の部屋で休もうとするやつ。ちょっと待って、こっちにさ、なんか、これか。誰かクエスト。クエストじゃなかった？ピンクか。何？抽選会に参加したい？ならそこの階段を登った先にある闘技場に向かってくれ。オッケーでーす。さっきの部屋の人はもう決まっとったんかな。レディース&ジェントルメン。今年もホットな季節がやってきたぞ。準備はいいか？今こそ戦いの時。この戦いの聖地、グロッタ闘技場で今年はどんな名勝負が生まれるのか。グロッタ名物仮面舞踏会、いよいよ開催です。それでは早速、皆様お持ちかね。誰がパートナーになるか、ハラハラドキドキ。運命の大抽選会を行います。私がこの箱からボールを2つ取り出し、数字を読み上げます。呼ばれたその2名が、晴れてパートナーとなります。こういうのって結構さ、その見知った顔がパートナーになったりとかするよね。仮面舞踏会は2対2で戦うタッグマッチ。選ばれたパートナーと力を合わせ、優勝を勝ち取ってください。それでは始めます。来いー。番号11。おっと、最初に選ばれたのは初参加の11番の方でした。さあ、11番の方、ステージにどうぞ。なんか、えらいおしゃれな仮面やけど。さっきまで出会った人たちめっちゃなんかね、地味な仮面つけてなかった？何それ、主人公仕様か。さあさあ、誰だ誰だ？11番のパートナーは誰になるのか。てかそんな選手の情報もう分かっとんや、初参戦とか。8番が選ばれました。それでは番号8の方、ステージにどうぞ。女の人来た。よろしくね。ちょっと待った。なに。え？なに？どうした、おじいちゃん。どこの馬の骨かもわからん奴に、姫の相棒など任せられん。この抽選は取りやめてもらおう。いや、そういうもんやけん。姫しかしそう言われましても、これは規則ですので。じゃあなんで参加したって感じやん。あれかな、姫。アリーナみたいな感じでちょっとじゃじゃ馬な。え？ただいま聞いてまいります。何、どうした？帰ってきた。特別招待枠として、
8番の選手はこのご老人のパートナーに決定いたしました。11番のパートナー選び直しとなります。マジか。マジか。おい、一体どういうことだ。汚えぞ。公平にやりやがれ。どうかお静かに。こちらは決定事項ですので、もう覆ることはありません。それでは、11番のパートナーを選び直します。あの人仮面つけてなくない？あの、イエティみたいな顔の人。7番。7番の方、ステージにどうぞ。いや、俺みたいだな。男の人になった。誰？ムッキムキ。いや、みんなムキムキか。ハンフリーだと？誰？有名人？なんと、前大会のチャンピオンである、ハンフリー選手が11番の選手のパートナーとなりました。てかさ、みんな普通に名前言えるけど仮面つけとる意味なんかある？仮面舞踏会にかけとるだけな、本当に。いや、よろしく。一緒に頑張ろうな。まあ、心強いね。抽選はその後も続き、視界が見上げる通じにあるものは喜び、あるものは嘆き、会場は熱気に包まれたまま抽選は終わった。嘆かれる相手やね、なんか。あれ一応仮面なんか。以上をもちまして、抽選会は終了です。選手の皆さんは、パートナーの方と協力し、優勝を目指して頑張ってください。闘技場控え室。お。うわ、びっくりした、何？おい、そこのあんた、闘技場今予選準備中だから、従業員以外立ち入り禁止だよ。準備が終わったら予選が始まるから、それまではゆっくり休んで、英気を養ってくれ。あ、了解。あ、そっちが闘技場なんやね。オッケーオッケー、じゃあ戻ります。てっきり自分の控え室かと思ったよ。これは違うとこかな。エレベーターやんね。チャンピオンとパートナーになれるなんて、あんたとんでもない幸運の持ち主だな。俺のチームと当たりませんように。あなたの相手はどうだったの？一人一人なの？控え室って。よくわからない。これさっき壊したっけ？お、壊してなかった。めっちゃのんきに人の控え室のものを壊していくやつ。あ、もうこの回これだけ？ということは、お、どうだった抽選会は。その顔だとなかなか良いパートナーと組むことができたようだな。予選開始までまだ時間があるし、やだ、一眠りしてきたらどうだい？寝てすっきりした頃に予選も始まるよ。そうそう、グロットのやだやは初出場の当初をタラで止めてくれるんだぜ。絶対にお得だからぜひ行ってみなよ。まあそれはさておき、このエレベーターに乗って受付ロビーに行くかい？あ、この階にあるんやでや。宿屋？宿屋じゃないよね。これ普通にここのベッドよね。ふんふんふん。え、これ宿屋？宿屋ではない。なるほど。じゃあちょっと出まーす。グロッタの宿屋はどこ？受付ロビーに行きます。おー、そうかい。じゃあ俺がエレベーターで受付ロビーまで送ってやるよ。ありがとう。これなんかいつもビビるんやけど。さあ、それじゃあ宿屋に。とりあえず、宿屋に泊まって、宿屋に泊まって時間が経過したら始まるってことかな？となんとなく思うけん。あ、どうやった？今度より予選すら突破できないなら、次に控えた本戦で戦うなど、到底無理だな。舞踏会にはそれほどの強者が集まるのだ。お前も運だけでチャンピオンと組めて、勝ったと思われたくなければ、実力で観客を黙らせることだな。ふん。なんだ、なんか嫌なやつだな。お、セーニャ。聞きましたわ、アイナ様。パートナーは前大会のチャンピオンとは、ついていましたわね。でも私はアイナ様なら、お一人でも優勝できると思ってますわ。ね、お姉様。何？いや、おらんくね。あら、さっきまでご一緒でしたのに。お、なになに？外が騒がしいですね。なんだか嫌な予感がします。なに、言い争い中？ちょっとどこ見て歩いてんのよ。たくうるせえガキだな。てめえがチビなのがいけねえんだろ。はぁ？何言ってんの、この筋肉だるま。そっちからぶつかってきたんでしょ？ごめんの一つも言えないの？ち、口の減らねえガキだ。
俺は抽選会が最悪の結果に終わってむしゃくしゃしてるんだよ。マジか。いい大人が八つ当たりとはな。見苦しいぜ、ガレムソン。言いにくい名前だな。はぁ？誰だ？チャンピオン。あそこは、黙るんやね。仲裁の結果が望ましくなったからといって、望ましくなかったからといって、子供に当たるなんてみっともないぜ。パートナーが誰であろうと、闘志なら全力で戦うのみ、だろ？でも前回のチャンピオンってことはさ、ここで組んどったとこもチャンピオンなわけやろ？個人戦じゃないけん。え？予選だけ？個人戦。じゃないわ。タッグ戦。ああ、そうだな。チャンピオンのあんたがそう言うなら。へへ、悪かったな、お嬢ちゃん。それじゃあ俺はこの辺で。うわ、調子いいわ。お姉様、お怪我はないですか？よう、相棒。この子、あんたの知り合いだったんだな。あ、そっか、相棒やっけ。この通り、お嬢ちゃんは無傷だ。何事もなくてよかったよ。それじゃ、子供たちが腹をすかせて立ってるんで、これで失礼するよ。明日から始まる舞踏会、絶対に優勝しような。おう、子持ちなのね。そうそう、明日の試合前には、宿山に迎えに行くから、ちゃんと寝て、しっかり体調を整えてるんだぜ。舞踏会は本当にちゃんと戦うんだろうか。今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。